北斗遺跡遺跡1史跡北斗遺跡の復元住居史跡北斗遺跡展示館史跡北斗遺跡展示館の復元住居史跡北斗遺跡展示館の復元住居の内部北斗遺跡は北海道釧路市北斗にある旧石器時代から縄文俗縄文時代を経て薩文時代に至る重複遺跡1977年7月14日国の史跡に指定された 標高は20メートル前後で、範囲は東西2500メートル、南北500メートル。縄文、俗縄文時代の浅い円形、大円形縦穴102件と、札門時代の四角形縦穴232件がくぼんだまま残されている。1952年に簡易軌道敷設に伴う土取り工事によって発見された。その後1970年には、 福祉市教育委員会が分布調査し、くぼんだ縦穴住居跡386件が見つかったのである。これまでに、旧石器時代の火を焚いた跡、縄文時代の住居跡、墓や古海塚、薩門時代の住居跡などが確認され、特に薩門時代の鉄器、繊維遺物、旗織具の一部、栽培植物の種子などが確認されている。さらには、 1972年から73年にかけ、遺跡の地形測量と一部の敷屈調査が行われると、長さ2 5キロメートルの範囲に、遺構密集地点が9箇所見つかっている。戦場門時代最終段階に属する、採石人文化から、縄門時代早期の東釧路仮想様式、前期の綱文土器様式、中期の北東様式、後期末から、晩期初頭の土器、 俗城門時及び、殺門式時の時期など、あらゆる時代の遺構、遺物が見つかっており、その中には、金星、アイヌの遺物もある。釧路市北斗には、現在、史跡北斗遺跡展示館が存在する。釧路湿原西側にあり、釧路湿原を望む高台に、城門、俗城門時代のものとともに、殺門時代の住居跡が検出されており、そのうち六棟が復元されている。 また、釧路湿原展望台へ至る、道道53号から、少々入ったところに、史跡北と遺跡展示館があり、住居の模型とともに続上門、札門時代の解説や出土品の展示があるほか、ここから木道図体に復元住居へ行くことができる。復元住居は、湿原遊歩道からも近く、また、釧路市湿原展望台とも木道で結ばれている。ありがとうございます。